外貨準備、外貨準備、外貨準備、法輪リ,リザーブとは、中央銀行あるいは、中央政府等の金融当局が外貨を保有すること。保有量は、外貨準備だか。金融当局は、対外債務の返済、輸入代金の決済のほか、自国通貨の為替レートの急変動を防ぎ貿易、等の国際取引を円滑にするために、外貨準備を行う。外貨準備は、 国民経済の貯金などとも呼ばれる。ただし、あくまで主目的は、為替変動への準備であり、外貨準備庫が、対外資産口の大きさを表しているわけではない、ことには、注意を要する。外貨準備口の適正水準については、統一的な見解はないが、実務的には、外貨準備保有口。輸入額は輸入の3ヶ月分以上、外貨準備保有口。 短期債務残高は1年分相当がベンチマークとして用されている。外貨準備はドル建てかユーロ建てが多い。ドル建ての場合は大部分を米国債、それも短期証券の形で保有する。ユーロ建ての場合はユーロユーロで運用される。外貨準備保有行は国債政治に大きく左右される。ブレトンウッズ体制の時は 為替要求が全部通るはずが、欧州通貨特にポンドの交換性回復に相当の時間を要したイングランド銀行現代を参照。日本の保有口はニクソンショックの時には生かした。1971年の第2四半期に約76億ドルだったのが、第3四半期におよそ134億ドルとなった。1990年代からは一層顕著に増加した。 外貨準備の膨張と過剰流動性の歴史。21世紀にアジア全体としての保有向上昇が注目されるようになった。完全な変動相場性の場合、基本的には中央銀行が為替市場へ介入しないため、国際収支は例となり外貨準備は変動しない。しかし、急激な為替変動などに際して為替介入する場合には外貨準備が変する。 例えば、急速に円高が進展する場合に、それを緩和しようとして、円売りドル買い介入、円安介入を行うと、結果的にドルの保有額が増え外貨準備が増大することになる。完全な固定相場制を採用している国は、為替要求に無限に応じなければならない。例えば、もしも日本が、為替相場を1ドルイコール100円に固定しており、 アメリカの輸出業者が対日輸出対価の1万円をルに変えようとしており、日本の輸出業者が対米輸出対価の110ドルを円に変えようとしているとする。この固定相場市場では差し引いて10ドルがあまり、1000円が足りない。中央銀行、この場合、順輸出マイナス側の連邦準備制度は、この時に10ドルを受け取り1000円を支払うことで固定相場を維持する。 取引が終了した後には、中央銀行の外貨準備口が10ドル増えることになる。連邦準備制度がドルの交換性を担保しているので、ある。なお、この時に増大した、円貨、国内通貨量を、中央銀行が公開市場操作などで吸収すると不払加政策になる。また、日本が固定相場制を取っていると仮定する。この例では、日本の輸出が1万千円。 輸入が1万円となり、日本の貿易収支、経常収支は1000円の黒字となる。他の取引がない、資本収支があれば合い、国際収支も1000円、10ドルの黒字となる。つまり日本の国際収支の黒字は、日本の外貨準備構増加を意味する。逆に、貿易赤字などで、国際収支が赤字の場合、外貨準備口は減少する。 さらに外貨準備が減少し不足する場合は、対外債務によって足りない外貨を補うか、固定相場レートを切り下げる、自国通貨安、固定相場制を放棄し、変動相場制へ移行するなどの対応が取られる。近代において、国民経済や国際経済体制が形成され、貿易が発達すると、ラテン通貨同盟などの国際的な通貨体制ができた。 しかし海底ケーブル通信網の充実によって、ロンドン金融市場が世界一の国際決済市場となった。イングランド銀行は金本位制を採用していたが、準備金としての成果は国際通貨としても通用した。各国の国際収支の長尻は、ロンドンにおける各国の金準備の増減によって決済された。国際経済における金本位制とは成果を、 基準として固定相場制なのである。金準備は各国が自国通貨を発行する際の価値の裏付けとなるもので、あり通貨発行量と深く関連していた。国際収支の赤字が続いて金準備が減少した場合、通貨発行量も減少する。デフレになり、物価面で国際競争力を回復する。世界各国が金本位制を取れば、このようにして、 各国の景況は自動調整されるものと期待された。金本位制が崩壊し、第二次世界大戦後にブレトン・ウッズ体制が構築されると、各国の通貨は金の裏付けを持ったドルを本位として発行されるようになり、各国の国際収支はドル準備の増減によって決済されるようになった。ニューヨーク金融市場で集中決済したわけではなく、ヨーロッパ支払い同盟も、 国際決済銀行を代理店として決済業務を担った。日本では第二次世界大戦終了後の輸入外貨割当て制により外貨の管理は全て政府の統括に置かれ海外との自由貿易は事実上禁止された傾斜生産方式。1949年に外国為替法が制定され貿易が再開されたが外貨は全て政府管理であり、 慢性的な輸入超過であった日本は、景気が少し良くなれば輸入が増え外貨が枯渇し、外貨流出を阻止するために、経済引き締めによって景気が悪化するという、国際収支の天井が問題となった。1950年に発生した朝鮮戦争に、関わる特需により外貨準備は増え、国際収支の天井は大きく引き上げられた。 1954年には外国為替銀行法に基づく戦後初の外為銀行、東京銀行が開業し、政府手持ち外貨の大倉大臣勘定、MOF 勘定は東京銀行に開設された。外貨の割当て制は1960年代前半に逐次解除されてゆき、外貨使用届出や輸入届出などの貿易当選は1980年頃までにほぼ自由化れた。 貿易自由化と資本自由化。1960年代末頃から日本や西ドイツの経済的躍進が続き、アメリカの国際収支は次第に赤字が続くようになった。これは翻って日本や西ドイツにおける外貨準備の増大と通貨発行量の増大を意味た。アメリカはドルの価値を保持することよりも経済政策の自由度を高めることを求め、 ニクソンショックにより主要国は変動相場制へ移行した。以後、管理変動相場制を掲げて、しばしば行われた為替介入により、各国の外貨準備行は変動した。そして先進国の多くは、自国の経済的パフォーマンス、より率直には、自国の中央銀行が保有する、有価証券の安全性を裏付けとして、通貨を発行するようになった。変動相場制を取る国は、 介入込みの実勢レートで、自国通貨の交換性を保持するようになった。1990年代、ミューチュアルファンドの台頭もあって、ユーロダラーが流星を極めた。日本も便乗して、外貨準備保有口を増加させた。固定相場性かつ、国際収支が赤字で通貨が課題に評価されていると思われる。国々は、次々に為替攻撃を受けて、外貨準備を喪失した。 ポンド危機とアジア通貨危機。そうした国々は固定相場制を放棄せざるを得なくなった。21世紀に入ってからは固定相場制かつ国際収支が黒字の中国や産油国が記録的な外貨準備口を保持するようになった。これらの国々はアメリカとの貿易が経済上重要であるため安定性を確保する目的から事実上の 固定相場制を採用している。結果として、アメリカの巨額の形状赤字を資本輸出によって、ファイナンスしている。同様の結果は、近年の変動相場制の日本でも出ている。2003年から2004年にかけて、溝口全米財務官主導の市場空前のドル、買い合わせ介入、テーラー、溝の口介入が行われ、ドル建て外貨準備が激増した、右グラフ。 政府はため券、外国為替資金証券を発行し、国債の累積残高を増加させていった、日本国債国債残高の推移を参照。日本政府は、外貨準備の運用方法を開示していないが、大部分が米国債で運用されていると指摘されている。行政機関の保有する情報の公開に関する法律の制定を受けて、2000年度以降に、 大まかな内訳が開示されるようになった。またその運用は、対象通貨国債、米国債など、預貯金、金などに限定される方針が財務省から出されている。なお、並行操作が行われていない2004年度から2009年度にかけて、日本の外貨準備口は、増加傾向で推移しているが、これは外貨建て運用収入が、外為特会の歳入に直接組み入れられず、 外貨のまま運用された影響を受けている。特別会計に関する法律では、運用収入を外為特会の歳入とすることが定められているが、実際には外貨建て運用収入の縁、換算相当額を貯め券で調達し、歳入に組み入れていた。財務省が公表している外貨準備等の状況については、外貨準備のうち、証券と金が自家評価されている影響も含む、 ちなみに、日本の外貨準備の運用収入、外貨証券や外貨預金等に係る利息収入等は、平成19年度、2007年度には過去最高の4兆3086億円に上ったが、翌年度には3兆6303億円まで減少している。 日本の外貨準備口は2006年度末現在で119兆8267億9300万円であり、変動相場性を維持する上で必要とされる実務的な準備水準としては過剰な水準である。売却すれば売上をため県の償還資金に充当できるが、売却は愚か、売却による円高及び輸出力低下との比較考慮さえ行われていない。 米国債として保有している分については、連邦準備制度の低金利政策で価格が下落する、危険をはらんでいる。また、一般に、金利の高い新興国が、金利の低い先進国通貨で外貨を準備すると、その金利差は、機械費用となる。逆さや国では、外貨準備の積極運用への動員が、強く。例えば、韓国では ABS、不動産担保証券に、 外貨準備の10%を超える投資を行っている。これはこれで、証券価格の下落する危険を犯している。2008年11月の G20 金融サミットで、麻生太郎首相は、日本の保有外貨準備口から AMF に十0兆円を支出し、世界経済を支えると宣言した。中国では、米ドルの長期低落傾向に対し、外貨準備の運用先を多様化するなどで、 リスク分散を図るとともに、米国住宅バブル問題、サブプライムローン問題点を参照などで疲弊した、米国金融市に資本参加するなど、戦略的な運用がされているが、世界金融危機でこの出資は損失を出した。このことは、外貨準備校運用の難しさを示している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。